はい、ということで、今回またいろいろ試そうということで、YouTube と、ポッドキャスト同時収録をまたしています。で、なかなかね、難しいんです。YouTube だと画面で出しながらっていうのをやると、今度はポッドキャスト番組側がですね、非常に音声だけなんで分かりづらくなってしまうっていう、非常にね、どっちつかずの配信になることに今まで何度かあったんですが、今回は、とりあえず喋ってるところを動画で撮って、で、まずポッドキャストの方、音声の方を主体にして、で、後で YouTube 側は動画をなんかここらにこうつけて、ここら辺ですでに YouTube 側の話しちゃってますけど、うまい具合に編集できないかなということをちょっと試しにやってみようかなと思っています。ということで、ちょっと YouTube 側はできるだけカメラ目線で喋ろうと思いますけど、原稿がですね、目の前のパソコンにあるんで、ちょっと目が逸れちゃうかもしれませんけど、ご容赦いただきたいと思っております。で今週はまず何を話しようかなと思ったんですが、ちょっとその前に、ここ最近ずっと Windows 10とか Windows 11のインサイダーピルエの話をしてました。で、前回とかは、Windows 11と Windows 10のリリースプレビューが新しいバージョンが出ましたっていうところで、21H1 というのがに適用されるんじゃないでしょうかって話をね、結構私してたんですね。で、言ってたんですけど、どうもですね、他の方のちょっとお知り合いの方がいろいろ話してたら、21H1って出ないですよね。21H2 になるから、今後のその Windows のバージョンって、なんとか H1 っていうのはもう出ないんですかねなんて話をしてて、どうも他の記事でも、これ噂の記事もしか見つけられなかったんですけど、この春のバージョンって、ひょっとしたら例えば 22H1 とかね、そういった名前のものが出ないかもしれないです。ということで、だから先週私、堂々とね、22H1 が出ますなんて言っちゃったんですけど、ひょっとしたら違うかもしれません。ごめんなさいというところで、ちょっとまた5月になるとね、そこ明確になると思いますし、なんかこう、一時情報でなんかないかなっていうのは、ちょっとあさってるところなんですけど、なかなか見つけられないという状況です。それで、それでですね、今回お話しする内容が、全然違う話ですけど、ワードで文字起こしをしようという話です。まあ、文字起こしって言ってるのは、音声の情報を実際のテキストファイル、文字にするということになります。で、なかなかね、これ難しい話で、私は結構永遠の課題だったかなと思うんですけど、実際言葉で喋ったことを文字にしましょうということ、そのままなんですけど、今まで何度か試してるんですけど、なかなか精度が上がらなかったりして難しかったんですね。パワーポイントとかでも、実際喋った言葉を文字に起こして、かつ翻訳をしてっていうことができるっていうのは、だいぶ前から話してて、まあできるんですけども、なかなかうまくいかないですね。私がやっぱり .NET ラボとかのコミュニティでも、ワードで、パワーポイントで出しながら、自分で日本語で話して、テロップで英語で出して、こんな風にできますっていうのをやってたんですけど、いやー、木澤さん厳しいね、まだっていう話はしてたんですね。まあ大体なんか、自身が喋ってることと、ああ、こういう風に英訳されるんだとかね、こういう風に文字起こしされるんだっていうことを、言われてたっていうのは、なんとなく見てて、ああ、こういう風なところまで頑張ってるんだっていうところは皆さんの視点では見れてたんですが、まあ、なかなかうまくいってないと。で、一方ですね、どの編集ソフトも結構、良くなってて、Adobe のプレミアですね。あれとか見ると、結構文字起こしをかなりの精度でやってくれてるんですね。で、ああ、だったらダヴィンチレゾルボもできねえかなっていうところもあったんですけども、まあなんとかじゃあ文字起こしをなんとかできねえかなっていうところ、いろいろ調べてたらですね、まずマイクロソフトなんか調べると、ワードの方、マイクロソフトワードの方で、トランススクリプト、という、ちょっと一瞬呼び方は合ってるかなって調べちゃいましたけど、トランススクリプトという機能があって、
これはもともとディクテーションってことでね、やっぱり音声で入力されたやつを文字にするっていう機能の一つなんですけど、これが実装されてますってことが出てるんですね。で、実装がされてて、ただ英語版だったんですね。で、去年の秋口ぐらいには出てて、私この番組で喋ったかどうかはかなり怪しいんですけど、そういったところでその音声をマイクで入力したやつを認識してくれますというのは英語版はリリースされてました。で、日本語版はまだですって言ってたんですけど、日本語版も実は対応されているというところがありまして、実際私試してみました。で、まず皆さんがそのオフィス365もしくはマイクロソフト365で契約されているワードを入れてるようでしたら、ワードの画面を見ていただくとディクテーションっていうメニューの上の方に出てくるんで、まあメニューは上の方なんですけど、ディクテーションっていうねものが出てきます。で、それを選ぶとマイクに向かって喋ってくださいと、それを文字にしますっていうのが出てくるんですね。まあこれ便利だなっていうことでやってみたら、結構な精度でですね、翻訳じゃなくて文字にしてくれます。日本語にしてくれます。日本語対応してるんですね。というところで、あ、やったと思ってたら、で、どうもその、それはディクテーションの機能なんですけど、トランスクリプトって何かっていうと、さらにファイル、音声ファイルを文字にしてくれるんですね。これはやったぜと思って見たら、まず、ワードのアプリケーションを見ると、ディクテーションだけしか出てこないんですね。で、よく見るとですね、ウェブ版、マイクロソフト365のウェブ版のワード、こちらの方を起動するとですね、ディクテーションの下にメニューでトランスクリプトって出てくるんですよ。で、これを選ぶと、読ませたいファイルを選んでください。音声ファイルを選んでくださいって入れるんですよ。そうすると、それに合わせて文字に起こしてくれます。というのがね、ワードのトランスクリプト機能なんですが、これはウェブ版のオフィスワードだけに対応しているというものになります。で、実際読ませてみました。で、読ませたのはもちろんこの番組、第626回ですね、前回の配信を、ポッドキャスト番組の音声ファイルを何の加工もせず、音楽もつけたまま、そのまま放り込んでみたんですね。でね、処理時間でだいたい5分10分ぐらいだったかな、ちょっと正確に覚えてないんですけど、だいたいそのぐらいの間隔で、翻訳をしてくれて、もうもちろんそのマイクロソフトの高度な AI がですね、翻訳をしてくれるんですが、翻訳というか文字起こしてくれるんですが、結構まともに文字を起こしてくれました。ところどころ直さなきゃいけないなっていうところがあるんで、完全なものにするとそれなりの労力が来ると思うんですが、だいたいね、大体直してくれて、文字にしてくれてます。ただ、Windows 11って言ったのが、ずっと Windows 7分だけ拾ったのかっていう感じするんですけど、Windows 11が全部 Windows 7になってたっていうのもあったりするんですけどね。ただ、これだけ文面見ると、まあ、間違えてるなと思いつつも、ポッドキャスト番組で喋った内容は大体通じるというものになります。ですから、これをちゃんとしたものにするんであれば、なんていうのかな、文字直してね、いけば結構ちゃんとしたものに仕上がるかと思っています。まあ、ですからその限界はありますからね、私の喋り方の問題もあると思うんですよ。ただ、この喋りで文字にしてくれます。日本語にちゃんとしてくれますので、そこはね、ちょっと期待してもいいと思います。英語だともっといいのかもしれませんね。要は、集まるデータの量が違いますから。AI ってそういうものですからね、だから日本語はその集まるデータ量が少ない例がいいのかなと思ってますし、逆にどんどん使い込んでフィードバックがする口があればね、いいかなと思っています。で、この文字起こし無料でできるんですよ。で、無料でできるんですが、制限があって1ヶ月最大300分までですね。300分っていうことは、まあ、あれですよ、5時間ですよね。だから、5時間分だったら十分じゃないですかね。十分っていうのは、私の使い方だと十分かなと思ってます。
だってポッドキャスト番組にしても YouTube にしても1ヶ月トータル5時間喋ることはないと思いますし、ただやっぱりあのビジネス用途で、議事録を起こしたいとかね、それやるんだったら5時間は1ヶ月5時間は辛いと思うんですよね。あの1回1時間の定例会を月4回、ああなんとかギリギリかな、うん、で中にあの無駄に時間を伸ばす人が出てきそうなんですけど、でもまあ最近会に行ってスパッと終わらせましょうとかね、あのまあだらだらと長くやることはいけないことだと思ってますんで、そういう使い方で割り切って考えると実は5時間って割とちゃんと使える時間かなと思ってます。これ大丈夫かな、会社で使えるんだったらちょっとまあちょっとね、皆さんの会社の都合で、合わせてちょっと見ていただければなと思ってますけども、まあ毎月300分までっていうのが5時間、結構いいじゃないですか。だったらこの番組文字起こししてもねいいかなと思っています。でただぶっちゃけね、先週の内容文字起こししたら大したこと喋ってないのにがっくりきちゃったっていうのもあるんですけども、まあそんなところでね、マイクロソフト365を契約されて Web 版のオフィスワードをね使える方であれば、今すぐ誰でもこの文字起こし使えますので、ぜひね、ちょっと活用してみていただければなと思っております。で、特に企業とかで利用される、例えばね、皆さんお仕事とかで使用されるっていう方は、契約してればですね、ちょっとワードの、ウェブ版のワードを開いてみて、音声ファイル、例えば、会議のやつをなんかレコーディングしたものを音声にするとかね、まあ、それはやっていいかどうかっていうのは各企業によると思うんですけど、それを放り込んで議事録にするとかね、そういったこともね、活用できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。で、私の活用方法何かっていうと、ちょっと今ね、思ってるんですけど、文字に起こしてくる、文字に起こしてくれると、どういう形式で出てくるかっていうんですけど、ワードに貼り付けられるんですけどね、いろんなパターンが選べるんですけども、誰が、何時何分何秒にどんな言葉をしゃべりましたっていうブロックで出てくるんです。だからマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームデジタル生活ですっていうと、冒頭の例えばオープニングの音楽が流れた後の13秒ぐらいから00分13秒のカンマ00いくつのミリ秒単位で、ミリ単位じゃない、何秒からマイクロソフトの製品や技術をっていう言葉が並んでるんですね。で、誰が喋ったか、もう私一人しか喋ってないんで、これ多分音声1だった、ユーザー1だったかな、そういう味気ない名前が出てくるんですけども、でそんな風に出てきます。で、これ複数だとちょっと分けてくれるんですかね、だったらちょっと期待したいなと思ってますけど、ちょっとそれは私一人しか喋ってないんで分からないんですけど、まあその選べ方もできるかな、そんな表示の仕方もできるかなと思っています。で、まずこれだけでも活用できると思うんですが、これですね、じゃあ今度は機械音声、その音声合成にかけてみるとどうでしょうっていうことになるんですね。で、これ、ボイスピークというアプリケーションソフトがあります。これ、アップルンルンとかでタロケンさんがお話をされてて、私も興味を持って、今、体験版に入れてみたんですけど、つまりテキストファイルを、すごくその、自然な日本語として再生をしてくれるんですね。で、私体験版を入れたんですよ。で、どうしたかっていうと、自分のポッドキャスト番組をワードのトランスクリプトで文字化して、で、文字にしたやつを体験版のボイスピークに貼り付けて、アナウンサーのような女性の声で喋らせるってことをやってみました。で、これ今音声載せるのは、私今体験版なんで、これ載せていいかどうかは判断つかないんで、ちょっと流しませんけど、すごい流暢なですね、日本語でこの番組を素敵な女性の声で喋ってくれるということができたんで、これちょっとやってみてもいいかなと、ネカマって言われそうなんですけどねというようなね、こともできます。そういったことにね、活用できるんじゃないかなと思っています。で、あとはさっき私その何時何分何秒に喋ったっていうのがある情報が作っていますよね。で、これってね、テロップ入れをするときに使うような
SRT というあのファイル形式があるんですね。これにうまく変換できると、例えばプレミアだとか、あとダヴィンチリゾルブがそれできるかどうかちょっと確認しますけども、動画ファイルに音声として貼り込むことができるんですね。動画ファイルにテロップとしてはめ込むことができるんですよ。で、この SRT ファイルって何かっていうと、どんな形式かというとね、まず通し番号1番2番って振ってあるのがまずテキストファイルなんです。全部テキストファイルで、次何時何分何秒カンマ000、まあ、あのペケペケペケってこれミリオ単位で、スペース開けたハイフン2つの大なり小なり記号でスペース開けて、その喋り終わった時間、例えば00分13秒の567ミリセクみたいなね、そんなような形で1行喋ってる時間帯、テロップの流す時間帯を書いて、その後に日本語の文字を入れて、あと空の行で次は2番目っていうことで並ぶようなテキストファイルなんですね、その SRT っていうファイル。そういうのにこのワードのファイルをうまく変換できれば、テロップ入れの SRT ファイル作れちゃうんですよ。だったらこれどうなんでしょう。 SRT ファイルっていうのが、先ほど言いましたのボイスピークにそのまま読ませられるんですよ。で、読ませて流暢な日本語で喋ってもらえると、実はこの番組のこの私のなんかこもったような音じゃなくて明瞭な配信ができるということになります。まあ音もね、ここまで感情を込めて喋ることってできないんで、まあそれが良し悪しですよね。音声合成で配信されて、ポッドキャスト番組配信されている方もおられますけど、ちょっと私は別に否定はしませんけど、私はあんまりあれ伝わらないなと思ってるんですよね。なんていうのかな、これこの番組聞いてくださる方って、私が喋ってるから聞いてくれてるって方も多いと思うんですよね。それはね、とても流暢な女性の声で聞いたからっていいのかなっていうのがあるんで、まあそういうことで別にやろうかどうしようかっていうと、ちょっとどうだろうなっていうのは私は思っています。で、まあそれはポッドキャスト番組の話なんですけど、例えば動画の話をすると、例えば自分で喋りました。ただちゃんと伝えることで、例えばお客さんに納品するだとか、きちんと仕上げたいと。で、どうも私の喋りだとっていう方は、気になる方は機械音声しちゃってもいいと思うんですね。ボイスピークって声のそのアクセントとかのつけるの微妙にできますんで、まあ、苦労しますけど、そこら辺でね、結構ちゃんとしたものに仕上がるんで、例えば喋った動画の音声に抜き出して文字起こしをして、その SRT ファイル形式で時間まで区切ってやって、でそれをそのままボイスピークにかけて音声出力させて、時間が合ってるんでその動画にピタッと音声ファイルを放り込んで、自分の音声消して音声合成したファイルを有効にすると、時間ぴったりタイミングぴったり合わせて音声合成で喋ってくれるということになるわけですね。そういう使い方ってできるんじゃないかなと。で、その手助けをするのがこのワードのトランスクリプト機能だと思うんですね。まあここまで喋ってるとね、そこまでならプレミア使いようという何のオチもないという話になってしまうんですが、ただとにかく今文字起こしを簡単にできるっていう方法としては、このワードのトランスクリプト機能、すぐ無料で使えます。無料じゃないか、契約し、オフィスマイクロソフト36を契約しなきゃいけませんけどね、まあ使うことができますので、ね、ちょっとね試してみるといいかなと思っております。はい、以上ですね、ワードの文字起こし機能トランスクリプトについてお話をさせていただきました。はい、ということでエンディングです。できるだけ今 YouTube 側カメラ目線で話しましたけど、ポッドキャストはまあこれで今まで通り撮れてるからいいかなと思っています。まあ、あとね、じゃあエンディングで話すことって何かなっていうと、掃除機を買いました。クリーナー、ハンディクリーナーを、ね、買いました。シャーク忍者というアメリカのメーカーのですね、掃除機を買ったんですね。まあ全然関係ない話で、それは電気屋ウォーカーに任せなさいという予想なんですけど、結構ね吸引力があって、デザインもおしゃれでね、
すごくいい掃除機買いまして、ちょっとそれについてはね、YouTube で今動画を作って、レビュー動画を上げてまして、今エンコード中でね、無駄に 4K で撮っちゃったんで、エンコードにね、多分ね、30分ぐらいの動画に1時間半かけてエンコードしてるということ、まだやってます。今、進捗率 72% なんで、ちょっとそのうちね、またこれアップしたいと思いますので、YouTube チャンネルの方を見ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお出ししたいと思います。またよろしくお願いします。